げないだけさ、馬鹿げたふりもしたくない、ペコペコ背を曲げて生きてるタイプじゃねえのさ、勉強仕事に疲れて首を吊るの絶対嫌だぜ、自分の勝手セラビットお前に奴らに言われてもそれほど関係ないのさ、政権を張り出すと背中を揺れさせばいい、どっかの奴らのようにさ、それが天才飾る鮮やかさ、それよりマスターズラビットお前にシャドだぜ、形にこだわっちゃ古びたものしか見えない、やたらと計算するの